伊達政宗。貴様、豊臣の使者だからといって、もう俺が切らぬとでも思っておるのか。殿、お待ちください。前田殿の申しをいちいちもっとも。殿、何とぞお平らかに。うるさい。Thank you.
さに花の時代であった。戦撃を断念し、戦人の誇りを示すことができれば天下無双ラッシュ突入。